カルースト・グルベンキアン・グルベンキアンが寄贈し、埋葬された、ロンドンの聖サルキス教会晩年のグルベンキアン。カルースト・サルキス・グルベンキアンは、アルメニア人の実業家、フィランソロピスト、ユスキュダル出身。以下の逸話から、ミスター5%と呼ばれた、石油商人の息子として生まれる。バクーの石油工場で働くべく、父の命で、ロンドンのキングスカレッジ・ロンドンで、 石油工学を学び、1902年には、イギリスの市民権を取得。1907年のロイヤルダッチ、シェルグループの合併に尽力し、同社の5%の株式を取得した。1912年に、イラクで、トルコ石油会社を立ち上げる。このトルコ石油会社には、アングロペルシアン石油会社、ロイヤルダッチ・シェル、ドイツ銀行が出資し、 グルベンキアン自身も5%出資した。第一次世界大戦終結後のオスマン帝国崩壊に伴い、イラクはイギリスの委任党治療となるが、グルベンキアンは粘り強い交渉の末にトルコ石油会社のイラクでの石油採掘権を認めさせることに成功。そして1925年にはキルクーク付近のババグルグルに石油交渉が発見される。 結果として、1928年に、アングロペルシアン、ロイヤルダッチシェル、フランス石油、そしてスタンダードオイルとで中近東における石油権益について規定した赤線協定を結び、グルベンキアンは自身の5%の権益を認めさせた。そしてグルベンキアンは石油の売買により莫大な財産を手にすることとなる。彼は世界中に流浪した、 アルメニア人のために、アルメニア教会を多数寄贈した。グルベンキアンは長らくパリに拠点を置いていたが、第二次世界大戦を避けて1942年に、ポルトガルに渡り、1955年に、リスボンで没した。ロンドンのケンジントンに両親を忍んで建てた聖サルキス教会に埋葬されている。グルベンキアンの死後、石油で稼いだ、個人財産をもとに、 リスボンを拠点にして、カルースト・グルベンキアン財団、グルベンキアン管弦楽団、カルースト・グルベンキアン美術館などが運営されている。カルースト・グルベンキアン美術館は、美術品の収集家でもあったグルベンキアンの膨大なコレクションが展示されており、特に、信仰を結んだルネラリックに制作させた145点もの美術工芸品の一大コレクションが有名。 1951年、エリザベス2世から、大英帝国国招受用を打診されたが断っていた、ことが2012年に明らかとなった。息子のヌバール・グルベンキアンは、彼の石油事業を受け継ぐとともに、同様に事前家としても知られた。クイーンズ・オナーズ、ピープルフ・ハブ・タンド・ゼム・ダウン・ネームの ATBBC.co.uk ハット httpww.cabinetoffice.govuk w サイツデフォルトファイルズリソーシズドキュメント2012から01から24から075439 pdf ありがとうございます